はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は一平君を探せのちょっとお話をさせていただきたいなと思います。はい。まあ、イベント解説も兼ねてちょっとお話をしていこうかなと思うんですけれども、まあ、今回ね、サッカー日本代表仕様ということで、はい。2400いくらで日本代表権がね、報酬で一番最後にあるんですけれども、果たしてこれ頑張って取るべきなのかっていうね、話をちょっとしメインにしていきたいと思います。 まあ僕自身ミッションはまあ昨日配信もちょっとさせていただいたんですけれどもまあ今日もちょっとね一平君絡みでちょっとしようかなと思うんでぜひね21時からやりますのでよろしくお願いしますというところなんですけれどもまあミッションはねあといくらを集めるだけかなが残ってるぐらいですねのとこまでやりました例えばまあチャレマーね20回とかまああとは スキルマッチとかトレーニングマッチとか。まあそういったところとかね。まあいろいろ連なんか連携とかいろいろありましたけど、まあそういうのを全部終わらしてきた感想とかを述べて、ちょっとそこと絡めてお話をしていこうかなと思いますので、今日よかったら最後までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。というところで、じゃあ早速ちょっと中身に移っていきたいんですけれども、じゃあまず一平婚探せのちょっとイベントのおさらいからさせていただきたいと思います。 まあ、一杯コンを探せというところで、えー、ミッションをクリアしながらイクラとか金イクラをゲットしていく、まずイベントです。で、えー、イクラはグローリーとか強化素材とかを、えー、ゲットできるイクラマッチかな。うん。で、金イクラはガチャ券とかね。ま、いろいろその他、回復薬とか。まあ、そういったものがゲットできる、まあ、そっちの試合が、ま、別でありますね。はい。まあ、それぞれ使用糸に応じてイクラの種類が違いますよというところで、 で、金イクラは上限がありまして20個まで現状取れるっていうことですね。まあ、これおかわりが来たらちょっと追加があるのかもしれないですね。あったようななかったようなっていうところなんですけれども、あるかもしれないですね。はい。ということで、まあ、こんな感じで一平君を探せのイベントのざっくりとした説明としては、まあ、イクラをとりあえず集めてね、それに応じた試合をするっていうね、感じですかね。で、まあ、ミッションをクリアしながら集めていくっていう感じになると思います。 はい。で、は今回の、まあ、追加とか変更点のところをちょっと触れていきたいと思うんですけれども、まあ、日本代表主要になっているというところで、通常いくらマッチから日本代表グローリーがドロップしますよというところですね。まあ、あいくらマッチ、試合したらグローリードロップする可能性があるんですけれども、その中に日本代表選手も含まれているというところですね。はい。で、あとはさっきね、冒頭でちょっと申し上げた通り、累計に日本代表券などの報酬が追加でありますよというところですね。はい。 で、おかわりの方にドースパが入ってるので、まあ今はちょっとドースパ取れないですけど、えぇ、ー、27かな月曜からかなうん、ぐらいに追加されると思うんで、朝方ね。まあそこで、はい、取れると思います。28かなごめん、28かもしれないですね。27か8だと思うんですけど、どっちかだったと思います。はい。<laughs> まあいずれ来ます。はい。おかわりということでミッションの追加が来るんで、まぁ、あ、それをね、しっかりとやるようにしましょう。というところですね。はい。 で、あとは、えー、デイリーマッチがあるんですけれども、いくらがもらえるね。それの最後の枠かなが、一枠は日本代表のグローリー選手になってますよ、というところですね。はい。まあ、なので、一試合すると必ず一枚は、えー、手に入るというところですね。グローリーがね。はい。ということで、まあ、今回の、うん、まあ、日本代表しようということで、日本代表のグローがね、ちょっと手に入りやすくなってるかなと思います。まあ、昨日ちなみに僕も配信でちょっと、 はい。1000ぐらいは消費させていただいたんですけれども、まあ、結構出ましたね。4、5枚出たんじゃないかな。もうちょっと出たかな。まあまあ出ました。なので、まあ、結構チャンスじゃチャンスなんですかね。やっぱね。うん。例えば代表ね、今回、ガチャとかも結構ありましたし、まあ引いた人いると思うんですよ。で、まだ解放とか行ってない人も当然いると思うんで、そういう人からしたらちょっとチャンスなのかなと、個人的には思うので、まあ、ここ頑張り時ですかね。はい。まあ、頑張り時だと思います。 はい。ということでじゃあ、ここから本題に入っていきたいと思うんですけれども、今回の一平君を探せはどこまでやるべきなのか問題ですね。はい。ここをちょっと探っていきたいなと思います。でちなみになんですけれども、僕がミッションをクリアしながらいくらを集めれた数は1100ぐらいでした。ちなみに最終的にね。まあ、なので、あと僕はミッションをクリアしたんですけど、どこかしらで1300を集めないといけないっていうね。まあ、なので結構苦行っちゃ苦行ですかね。うん。だって、 ねミッションクリアしていっても半分も集まってないんだからね。まあこれでもちょっと運が絡むんですけれども。まあ、うん。まあでも運良くても多分1300とか400とか500とか。まあでも2400貯まることは100ないんじゃないかなと思いますね。はい。まあそれぐらい結構ちょっと厳しい数になってます。要はもうオーバーランしないと集めれないような数になってるってことですね。はい。まあミッションだけじゃ終わらないというところを頭に入れておいてください。で、もう一個ちなみになんですけれども。 いつもあのね、イベントだったら一つの目印になります。累計の85件はね、ミッション125クリアなんですよね。まあ、これって、ミッションずっと終わらせていって、いくらの勝つだけになった時に、1700いくら集めて、金いくらを取って、そのいくらの試合をすれば、まあ、一応125終わるんですよ。なので、まあ、ここも一つのラインなんですよね。1700いくらっていうのも一つのミッションのラインでなってると思います。いつもみたいにね。だからま、ここが最、最低ラインと思っていただいて、 プラス700やるかどうかなんですけれども、この間の700の報酬はね、そんなにね、大したものはないですね。まあ BP 回復薬と GP 回復薬が一個ずつあるぐらいかな。まあ、あとはピースがちょっとあったりとか、資金がちょっとあったりとかぐらいじゃなかったかなと思うので、まあ正直そこの間の旨味はないですね。ないに等しいと思ってください。ということはですよ。まあ、2400までやるべきなのか問題というところなんですけれども、これをね、今の話聞く限りだと、 いやー、これは取る必要ないんじゃないかと思う人は結構いるんじゃないですか。まあ、ちなみに僕もこれだけ見たら確かにそうだと思います。はい。間違いなく。わざわざ700ね、まで、700いくら稼ぐのにどんだけ GP かかるんだって話ですからね。そもそも、まあ、例えば、50のね、あのトレーニングマッチとか、まあ、ハードとかでもあって、まあ、平均20あったとしても、まあ、100GP だったとしたら2回しかいけないんで、40いくらでしょで、ここ700、 あるとしたら、まあ、10回じゃ終わんないよね。うん、1回じゃ終わんない。十5回でも終わんない。いや、15回ぐらいか。としたら、これ5が消したら、51が5、55、25だから、120番もぐらい飛ぶんすよね。<laughs> 120番も飛ぶんじゃないかな。いや、そんなことないかな。いや、違う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 。15、51が七75番もか。75番も飛ぶんすよ。うん、この代表権のために。 で、果たしてそれで、まあ、代表権で言ったら5%ぐらいだと思いますよ。多分ね、弾けるのね。うん。それをわざわざ取りに行くかって言ったら、取りに行かないっていう決断の人が結構いるんじゃないかなと、個人的に思います。ということで、結論なんですけれども、まあ、一般的には別に無理して代表権が欲しいという目的だけで2400集める必要はないと思います。まあ、思いますと言い切っちゃダメなんですけど。<laughs> 一般的に見るとね。はい。まあ、一般論としてはこうだと思うんですよね、僕ね。 まあ、ただしですよ。まあ、こんなもん集めれないなら強くなれるわけないと書いてますけれども、結構厳しいことは書いてます。まあ、これはこの通りだと思ってて、まあ、一般的には700わざわざ取ってという考え方になると思うんですけれども、この考え方ね、してるようじゃね、まだまだなんすよね。<laughs> まだまだなんすよ。うん。例えば、もうここを損得で考えてる時点でダメなんすよ。うん。というのは何が言いたいかって言ったら、 イベント結構やってる人だったら、1日で2400いくら終わる人は終わると思います。まあ、ちなみに僕も今日配信までどこまでいけるかわかんないですけど、まあ、とりあえず1700までいこうかなと思ってます。はい。どうせまた2400までいくんでね。まあ、ってなるんですけれども、じゃあそもそもの考え方なんですよね。うん。なんでいくらを2400集める集めないの話になるかっていうと、まあ、これがきついかきつくないかって話は、そのいくらを集めることが目的になってるからなんですよね。 なん、意味わかります <laughs> 例えばこのイベントをやってるときに、普通だったらいくら2400集めないといけないのはきついなって思うでしょ、ね、違うんですよね。イベントで、イベント号になってる人はね、違うんですよ。2400いくらとかも気にしてないですよ、多分。<laughs> 気にしてないです。僕も正直そんなに気にしてないです。きついなとは思うけど、まあきつい、まあ数見たらきついなと思うけど、いつの間にか終わってんだろうなぐらいの気持ちでしかいないんですけれども、 なぜかっていうと、イクラ、この、一平君っていうのは、イクラ探しがメインじゃないんですよね。あの、ということで、まあ、チャレまでグローリー集めしたりとか、各種マッチで強化素材とか資金集めとか、のおまけでついてくるだけなんですよ。イクラってね。なので、これをやってりゃ勝手に終わるよっていう感じなんで、正直イクラなんて、まあ、ついででしかないですよ。うん。で、まあラッキーだな、みたいな。ラッキー、いや、いつもだったら、 例えばじゃあ、旗集めやってて、あの、<laughs> 旗しかもらえないのと、いくらもらえるのだったら、いくらもらえた方が嬉しいでしょ。まあ、旗集めある程度終わってたらね。で考えると、美味しいんですよ、正直な話。いくらもらえるって。ただ、チャルマでグロ集めしながら、いくらもらって、そのいくらでまたグロチャレンジできるんだから、一石二鳥みたいなもんじゃないですか。まあ、それをやってれば勝手に2400なんて終わるんですよ。なので、まあ僕は正直、いくら2400取れる、取る、 べか取るべきか取るべきじゃないかというお話を今日動画でさせていただいてるんですけれども、正直気にしたことないです、あんまり。<laughs> 残りいく、残りどれぐらいかなとか、ああ、まだ500万のがまだ4まだ,まだ1000万のかよ。と思うことはあっても、別にそれがきついなと思ったことはないのはこれですね。ついでで勝手に集まってるからですね。まあ、いつの間にか、例えばチャレマとかずっとっまあ僕だったらチャレマか、 うんまあ、トリニングマッチで VR 集めながらとかやると思うんですけれども、まあ、いつの間にか終わってますよ。5日もあれば。なんならいつも3日とかでやらされてるんでね。今回楽です。5日あるんでね。ということで、これを見た人ね、めげないで頑張りましょう。この考え方にね、慣れれば、もうイベントなんて怖くないです、正直。勝手に累計なんて終わってます。まあ、むしろ物足りないぐらいの思う時が多分来ると思うんで、皆さんもね、しっかりと、いくら集めて、2400までね、 到達するという気持ちではなくて、もう2400なんて通過点なんだというぐらいの気持ちでね。やることをお勧めしたいなと思います。まあ,あと、ちなみにまあ明日ちょっと動画別にして話してもいいかなと思ったんですけど、まあ、ついでに言っときますと。あのー、いくらを集める効率のいい集め方みたいな話をうーんまあ、僕がしてもいいんですけど。まあ僕が思うのはまあ、確かに。 集めやすさで言ったら、トレーニングマッチとかスキルマッチのハードだと思うんですけれども、まあ、別にそんなに正直消費 GP に関しては変わらなくて、まあ消費 GP 気にしないんだったら、まあ時間のあれはありますよね。当然ね。試合数が少ないんでね。まあ時間のあれはあるんですけれども、基本的にどこ回っても変わんないと思うんで、そんなにね。消費 GP に対してだったらね。まあ変わんないと思うので、基本的に何がしたいか。 例えば、チャレまでグロ集めしたいのか、各種マッチで強化数字集めたり、資金集めしたりとか、どれしたいのかによって、まあ、集め方を変えればいいんじゃないかなと、個人的には思います。そんなにすごい差が出るわけではないと思うので、はい。そこはまあ、ね、自分の目的に応じて、まあ、あるところを選んでいけばいいのかなと思います。ということで、まあ、今回ね、いくらのお話しさせていただきましたけども、ちょっとね、厳しいこと言ってるかもしれないですけれども、 もう通過点と思ってね、2400はやりましょう。<laughs> 2400やるっていう気持ちじゃなくて、もういつの間にか2400終わってるぐらいの気持ちでイベントはやっていくことが、まあ、J クラを強くなる第一歩だと思うんで、まあ、ここ頑張れるか頑張れないかでね、本当に差が開きます。ガチャいっぱい引いても差は埋まりません。いや、めちゃくちゃ課金したら埋まります。<laughs> めちゃくちゃ課金したら埋まるんですけれども、ガチャの、ガチャ引くだけじゃ埋まらない差がね、こうイベントにあるんでね。 皆さんしっかりとイベントこなしてみんなで強くなりましょう。ということで、えー、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。